今日あのロケットパンチとしては2回目の登場ですよね。もうどうしてたのかって私心配して、はい、1年ぶりなんですけど楽しみにして会いたくて会いたくて、はい、紹介しましょう。爆竹の皆さんです。お久しぶりです。お久しぶり。皆さん会いたかったです。皆さんはどうでしたか？会いたかった。今井さん、よかった。今井さん会いたかったって言ってくれた。嬉しいですね、うん、だって私たち友達だよね。違う？そう言っていただければそうです。そうですよね。でも1年2ヶ月ぶりぐらいになるんですね。そしたら今井さんがロングヘアになってるの。ね。ナムさん変わらないですね。変わらない。相変わらず、うん、仕事です。仕事ですから。すごい、すごいね、八神さんね。なんか私そこの中で一回寝てみたいと思うぐらいなんかくつろげる空間。僕でも、うん、ゆうた君と2回ぐらいね、はい、ロングに行ったんですよ。迷惑かけませんでした？いや全然。そうですか。紳士で紳士で。原田芳雄さん家で、うん、餅つき大会があるんですよ。1年に1回爆竹が餅つき大会に参加してる。いや参加してるんですよ。これは本当にすごいね、イベントで高橋克典がいてとかそういう中で一緒に最初に飲むんですよね、うん、確かね。私と飲みましょうってみんなと話しましたよね。どうなってんだろう。嫌なのかな。嫌じゃないんですよ。だから声をかけたら絶対来てくれますよね。桜井さんね、はい、そうですか。ええ、もちろん。大丈夫、はい、大丈夫です。あ、もういつでも。ね、そうね。確認してどうするんですか、そんなこと。一応確認しないとほら迷惑だっていう場合もあるでしょ。いや、そんなことはないですよ。この間、はい、あの1年前ぐらいに出てくれた時に、はい、あの爆竹の皆さんは、はい、あんまりテレビであのたくさんお話とかしないでしょ、はい、でも私の中ではすごい会話をした感じがあったんですよ、はい、以上。いや、でもね、僕、ゆうたさんと飲み行った時は結構普通に喋りましたよね、うん、こうテレビとかそれじゃないとみんな喋るんですよ。やっぱり、まあ、普通ですけど、まあそんなにわーとかねいう感じじゃない、ないんでしょうけど。シェーとかやったりしないですよね。ゆうたはやりますよ。ゆうたさんやるってやりますよ。いい意味今やるんですよ。そうか、じゃあ爆竹の皆さんは前ほらカラオケ行ったりとかするっていうことでも驚いたし、ええ、こういうこと言ったらちょっとあのファンの皆さんも知らないようなことで最近やり始めたことってあります？ない。聞こえた？聞こえました。もう本当にいい空気ですよこれね、うん、ないって。ない。まあじゃあほぼ毎日酒を飲んでたっていう。個人的にはもう好きなんで一人でも飲んでます。ああ、そうですか。ああ、かっこいいですね。相変わらず。とんでもない。一人酒が似合うよね。でも例えばこう1年間曲を出さないっていうのは焦りとかっていうのは別に何、なんかこういいものができるまで待とうっていう、こう感じはある。うん、今井が曲を作るのを待とうって感じですね。なかなか待たされる時あるんですけど。いや、今井さんの中ではやっぱこう焦りとかあるんですか、作んなきゃ。曲作りの期間とか入ると焦ります。それは締め切りがあって。締め切りがあって、なんか締め切りとかって気にするんですか。一応毎回いつもそれを、超えちゃうんで、はい、気にします。あの曲作るときにこれだけは必要なものってあるんです？なんかこう環境として必ずお酒をそばに置いとくとか。いや、酒が入るともう全然ダメです。裸の女の人がいなきゃダメとか。そんな人がいたら曲なんか書いてられないでしょ。違うことしなきゃいけないんだから。いや、わかんないですよ、おっぱいこう舐めない。顔だって。
て手をさらってしまう。怖がらず目を閉じ抱き合っていいよ。最高の時、未来は君の胸で溶けちまえばいい。変われ君が見えないなら闇夜に染まれ。悲しい夢も未来も君の胸で消えちまえばいい。怖がらず目を閉じ抱き合っていいよ。最高の時、未来は君の胸で溶けちまえばいい。悲しい夢も未来も君の胸で消えちまえばいい。今度いや本当そう。ノイマイ。びっくりした。びっくりしますよね。そうか、怖いかな少しね。いや怖くないですよ。すごい、ええ、親近感がありますよ。じゃあ今度あの皆さんが来てくださった時には、はい、今日断られた、うん、膝の上に腰掛けてオープニングを迎える。ああいいじゃあやってください。やってくれるかな。やりますよ。今度はまたこう桜井さんが、じゃあまあ今年はまあそういう割とゆったりとしたペースで、で来年からツアーをやると、はい、予定ですと、はい、じゃあぜひ一回飲み行きましょう。お願いします、ね、本当に。そうですね。それでツアーを私たちは見に行くと、見に行くという、うん、はい、2000年を迎えよう。そうだね、はい、うん、あっという間ですよね。あと半年すればねもう2000年ですもん。本当だ。本当びっくりしますよ。本当ぼやぼやしてられないよ。あれ、はい、一人ぼっちだった今。ということで、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。爆竹。